はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム、イフ、アンヤ王国編、では第7章ですね、やっていきたいと思います。で、とりあえずちょっと経験値稼ぎとかが全くないので、使えるやつはちょっと使っていこうと思うんですよ。で、連動ボーナスっていうのがあって、ここら辺のものをちょっともう全部パクりましょうって言っても、そんな素晴らしいものがあるわけじゃないんだけど、で、一応まあ何があるのかというと、ちょっとよくわかんないんだけど、俺も魔戦士の巻物とこの黒天魔の翼、ダークファルコン、これちょっと見てみよう。多分見るだけは見れるよね。白夜の兵種、特殊な戦闘技術を学んだもの、刀、棍棒、手裏剣を変幻自在に繰り出す。これ多分上級職だな。あとはちょっと待って、これ預けとこう。黒天魔の翼、ダークファルコン、アンヤの兵種、漆黒の天魔を狩る、暗天魔騎士、槍と魔導を操り戦場をシックする。機動力むっちゃ上がるし、あ、魔力もめっちゃ上がるな。なんか覚えてったら、こいつちょっとつけよっかな、ダークファルコンに。まあ多分特殊なやつだから。で、あとあるのが女神の像はとりあえずほっとこう。全能力プラス1、これちょっともう使っちゃおう。ピロピロピローン、これも使う。ピロピロピローンと、ブーツ、ブーツはね、ちょっとアクアに使いたいんで、こいつはちょっとそのままにしとこう。あー、これ追撃不可なんだ、流石って強いけど。フェリシアは一応ちょっと自分が回復できるように傷薬を1個持っておきましょう。ライブもね、隣接だからね、きついな、隣接はきつい。と、愚痴ってもしょうがないんで、一旦これでセーブをして、まあ、行きますか。特にやることもないんで、第7章、聞こえざる啓示。幼い頃から共に育ったアンヤ王国の兄弟たちと共に行く道を選んだミカミックス。だが一度は白夜王国側にいたことが新たな試練を呼び込むことになる。まあそりゃそうだよな、ね、さらったことも知られたしね。お、帰ったぞ。お前のせいで散々な目にあったよ、本当に。やばい、帰ってきたって感じかな。そんなことは思わないよな。ただいま戻りました。マークスか。白夜王国での活躍は耳に入っておるぞ。敵国での戦闘ご苦労であったな。ありがとうございます。それと一つ良い知らせが、行方不明になっていたミカミックスが無事に戻りました。ミカミックスが、はい、父上。何をしに戻ってきた。どうしてそんな言い方。よいか、ミカミックス、お前は行方不明になってから今まで白夜王城にいたと聞く。そこで白夜女王よりデジを明かされたのであろう。自分が幼い頃にさらわれた白夜王国の王子だと。そして我がアンヤ王国が憎き敵国であると。にもかかわらずこの城に戻ってきたのはなぜだ。もしや敵側に取り込まれ、ガロン王様の暗殺を企てているのではないでしょうな。まさか俺はそんなこと。あ、はい、それはありえません。なんだと。なぜそう言い切れる。ミカミックスは白夜の手先ではありません。その証拠にミカミックスはほとんど初陣でもあるにもかかわらず、先の戦いでたった一人で白夜王国の軍を撤退させました。兄さん、俺はそんなことは。黙って、ミカミックス兄さん、今は余計なことは言わない方がいい。それにミカミックスは私たちの目の前でこのアンヤ王国側に戻るという決意をしました。そのせいで龍馬王子の怒りを買い、一時は殺されかけたのです。もしミカミックスが白夜の手先なら、自分の命も顧みずにそのような行動をするでしょうか。ですが、それが芝居であったことも考えられますな。黙れ。マクベス、あれは芝居などではなかった。その場にいなかったお前に何がわかる。もうよ
マークス、お前の言い分は分かった。それよりミカミックスよ、わしが渡した剣はどうしたのか。爆発したよあれは、あの剣は白夜王国で壊れました。爆発したのです、俺の目の前で。母、いえ、白夜女王にかばわれなければ俺は今頃死んでいたでしょう。それは災難であったな。あの父上、一つお聞きしたいことがあります。あの剣は白夜王国を攻撃するためのものだったのですか。おい、ミカミックス、今その話は。いや、今聞いておきたいんだ。犠牲になった白夜王国の民たちのためにも。父上、答えてください。あの爆発は父上の企てたことですか。俺は白夜王国にあの剣を持ち込むために、そのためにここで育てられたのですか。さて、爆発のことなど知らぬぞ。あの剣はただの剣だ。ですが、知らぬと言っておろう。まだ王のことを疑われるとは。やはり白夜で何か吹き込まれたようですな。ガロン王様、やはりこのものは白夜の手先である可能性が高いかと。そうだな。白夜との先端が開いた今、憂い事は少ない方が良い。マークス、ミカミックスを処刑しろ。何？大好きだなこいつ、処刑。そんな。お父様、おやめください。やだよ、処刑だなんてひどすぎるよ。なりません。エリーゼ様、カミラ様、これは王命です。たとえ王女といえども覆すことはできません。やれ、マークス。どうされました。第一王子ともあろう方が王命に背くのですかな。違う、マークス兄さんは悪くない。父上、俺が消えればよいのですね。それならマークス兄さんの手を借りずとも自分で。ん、父上、なんだ様子がおかしいか。そうか、ならばあの方のご意思を問うてみるか。父上、一体何を。これよりミカミックスの処遇を異形神ハイドラに問うこととする。ガロン王様、いきなり何をおっしゃるのです。異形神ハイドラ、ハイドラ出てきたもんよな。この白夜の最後の方で出てきたハイドラ神よ、我に神託を。ふむ、こいつのことハイドラ神って。たった今お告げがあった。その言葉に従い、ミカミックスをアンヤ王国に受け入れよう。本当ですか、父上。ガロン王様、ありがとうございます、父上。よい。ただし、一つ条件がある。条件？ハイドラ神は、お前に氷の部族の反乱を平定せよとおっしゃっている。アンヤ王国の王族として見事その任を果たした暁には、お前を以前と同じようにわしの子として迎え入れてやろう。反乱を平定。はい、わかりました。その任必ず果たしましょう。心配するな、ミカミックス。反乱を平定するなら私が軍を出す。人でさえあればそれほど難しい任務ではないだろう。うん、もし怪我した時のために私もついていってあげるね。ならん。それはならん。ハイドラ神は軍隊を連れずにたった一人で任を果たせとおっしゃっている。ミカミックスには一人で部族の村に向かわせる。え、お父様、それは無茶よ。まさか反乱の平定をたった一人で行うなど自殺行為です。それに部族の村に行くには天豚の森を越えなくてはなりません。城から出たばかりのミカミックスにそれはあまりにも。口答えは許さぬ。わかりました。大丈夫だ、俺一人でもなんとかなるさ。前にもレオンが言っていたが、どうやら俺は悪運が強いらしいからな。必ずやり遂げてみせる。それでは早速準備をしてくるか。ミカミックス、期待しているぞ。ミカミックスよ。はい。おお、こいつの裏にいる何かが明かされそうだな。アンヤ王国編では白夜王国だとちょっと何も分かんなかったけどな。旅立ったようだな。
ハイドラ神のお告げ通り、たった一人で。あやつは殺さぬ、生かしてやろう。その心が壊れ、死なせてくれと泣き叫んだとて殺しはせぬ。生かし続けてやるわ。人に絶望し苦しむがよい。相変わらず楽しそうに笑うな、こいつは。父上。まさか、先ほどの件はミカミックスを苦しめるためのものなのか。だとしたら、私にも考えがある。やっぱりガノーはもうおかしいっすね、完全に。さあ、暗夜王国編でその謎が解けるのか。とりあえず資料の森か。天豚の森。ここが天豚の森か。確かこの森を抜けないと氷の部族の村には行けないんだったな。道はこちらで合っているのか。今まで一人きりで行動したことなどないから、やはり心細いな。おう、お前がいるじゃないか。ああ、そうだな。一人きりじゃない。リリスが一緒だ。ありがとう、リリス。お前がいてくれて心強いぞ。父上の命は必ず果たしてみせる。そうしなければ、俺が白夜王国を裏切ってまでここにいる意味がなくなってしまう。あの怪物は一緒に戦ってくんないからな。何のために一緒に来てるんだ、こいつ。それにしても本当に真っ暗な森だな。さっきからずっと闇の中を歩いているみたいだ。ディリス、どうした？そっちの方に何か。ノスフェラトゥ。そんな。ノスフェラトゥがこんなところにもいるだなんて。だが逃げるわけにはいかない。あれ、リリス逃げちゃったよ。マジかよお前。こういう時に限って一目散に逃げ出したぞ。なんて力だ。仕方ない、流石を使って一気に。しまった、後ろからもか。まずい、これでは変身が間に合わない。何、変身に時間がかかるのか。キャー、やりました。あ、こいつの存在をすっかり忘れていた。よかったです、間に合って。フェリシア、どうしてここに。すみません。心配で追いかけてきちゃいました。だってこの森、狩猟が住むって言われてるんですよ。そんなところにミカミックス様を一人で行かせるわけにはいきません。でもガロン王様の目を盗むのがなかなか大変で。あ、ちなみに姉さんとジョーカーさんはお城でお留守番です。ありがとう。助かったぞ。だがいいんだろうか。お告げによると俺一人で任を果たさないと意味がなかったような。そうでした。どうしましょう。私のせいでミカミックス様が認めてもらえなくなっちゃいますよ。大丈夫だフェリシア。父上には俺からきちんと説明しよう。お前が来てくれなかったら俺はさっき死んでいたかもしれない。だからお前は命の恩人だ。ミカミックス様。どう、何を説明するんだ。また新しいのが来たようだな。フェリシア、早速で悪いが俺に力を貸してくれるか。はい、もちろんです。こんなところでミカミックス様を死なせはしませんよ。行くぞ。よし、ではこいつらをすべて倒して必ず生きてこの森から出るぞ。頑張ります。二人か。あれ、なんか戦闘が勝手に始まってる気がするけど。そんなもんか。会話しとこう。ちゃっちゃっちゃと。支援レベルとかもな、上げられるときに上げとかないと。特に身支度することはないから。敵の全滅か。こっちがボスか。え、結構いっぱいいるな。これ増援出てきてくれるか、味方の。地形効果とかも重要だかんな、なんだかんだで。林にいよう、こいつは。で、フェリシアは、まあ、平地にいるか。来るか？来たな。ここで迎え撃つか。
フェリシアが狙われるな。でもやっぱり一体倒せるときに倒しておくか。ここから攻撃をして、で主人公でぶっ倒すと。いいね、流石食おう。で、わー、フェリシア狙ってくるか、やっぱり8か、ちょっと食らうな。おお、ナイスだ、かわせたのはでかい。痛い、なんだ、鬱陶しいスキルを持っている。次から次へと湧いてきてキリがないな。やはり数では圧倒的にこちらが不利だ。一体どうしたら。おーい、ん、なんだ、遠くから人の声か。おい、ミカミックス。おお、サイラスじゃないか。やっと追いついた。お前はサイラスだよ、サイラス。久しぶりだな、ミカミックス。親友のお前とこうして再会できて嬉しく思うぞ。親友？俺たち前に会ったことがあるのか。なんだ、それを親友とは言わない。ま、無理もないな。最後に会ったのはまだ2人とも子供の頃だった。俺がお前を勝手に城の外に連れ出して危うく処刑されそうになった以来か。あの時の。ああ、あれ以来俺は城への出入りが禁止されてしまったが、もう一度お前に会いたくてこうして騎士になったんだ。これからはまた昔みたいにずっと一緒だ。俺も一緒に戦うぜ、ミカミックス。ありがとう、サイラス。ちょっと待ってよ、ミカミックス。お兄ちゃん、私もいるのに。おお、来てくれた。お前まで来てくれたのか。当たり前よ、新人騎士のサイラスが良くて私がダメだなんておかしいじゃない。私だってお兄ちゃんの力になりたいんだもん。そうか、嬉しいぞエリーゼ。それよりサイラスったらひどいのよ。仮にも王女である私を置いてどんどん先に行っちゃうんだから。すいませんエリーゼ様。ですがエリーゼ様にはご自身の進化がいらっしゃるでしょう。そうそう、きっともうすぐ来るはずよ。もしかして進化を置いて先に来られたのですか。エリーゼ。よし、とりあえず仲間が増えたということで、こいつをぶっ倒そう。なるべく均等にレベルを上げていきたいからな。上出来です。 OK、 レベル上がんなかった。自分で回復できないからエリーゼを。あれ、なんか森のところ行けねえな。サイラスはいけるか。来るね、上からも来るか。あ、仲間が来た。正義の味方、ハロルド参上だ。遅れてすみません、エリーゼ様。やっと追いつきましたよ。よかった、ちゃんと見つかって。途中で見失ってしまったので心配しましたよ。ごめんごめん。 お前たちがエリーゼの進化か。来てくれて助かるぞ。私は正義の味方、ピンチに駆けつけるのは当然です。ただここに来るまでに5回も沼に落ちなければもっと早く来られたのだが。ハロルドはすっごく運が悪いの。そうなのか。そういうやつとは一緒にいたくない。沼に落ちたりしませんでしたけど、鎧が重くて。訓練用の重石、鎧の中にぎっしり入れすぎたせいでしょうか。エルフィーはね、すっごく力持ちなの。エリーゼの進化は楽しそうなやつらばかりだな。これだけ揃うとなるととても心強い。完全に皮肉だろ。みんな来てくれてありがとう。でも俺ならマークスお兄ちゃんにね。マークスお兄ちゃんがお父様の目を盗んで私たちをここに送り出してくれたのよ。そうだったのか。それではなおさら無事に帰って兄さんに礼を言わないといけないな。よし、下はじゃあこいつらに任せるか。アーマーナイトか、射程は1か。強いな、防御力が高い。おお、いいね。サイラスも防御力が高いと思ってたけど。鉄の斧、斧かな、アスファイターってやつかな。そうするとアイアンの。じゃあこの2人は、お任せするか。来てない4。よし、とりあえずレベルは上がった、5レベル。 OKOK、 ご奉仕の喜び。
メイド途中で変えようかな。でまた後でメイドに戻せばいいわけだから。いやもうメイドに戻すと弱いからな。回復ができるうちは回復役は重要だから、上はこいつに任せよう。こんな感じか。ロットナイトはロットナイトで回復していかないと経験値がたまらないからな。よし、でハロルドはここら辺に置いとくか。しまった、ロットナイトは攻撃ができないから攻陣にする意味がない。壊した、いってくるな。ちょっとレベルを見るか。6、5、7。この2人が弱いな。まずはそうか、どうしようかな。反撃を食らわないこいつで一旦攻撃しとこう。反撃は食らうけどしょうがない。痛い。3であれば倒せんじゃないか。倒せるな。よし、これでフェリシアのレベルを上げてギリギリ3で回復はこいつに任せて、主人公レベルいくつだっけな。8か、高いな。だいぶアックスファイターで攻撃を仕掛けて、手斧があるからな。手斧は射程にできる。いいね。で最後はこいつで決めると 95%。 手斧のな命中率が低いな。こいつはここでいいか。あーしまった、やばい、めっちゃ減る。おいって、これ死んだらかなりまずいからな。命大事に、違う、命大事にだよ。エリーゼ回復、オーケー。で、主人公ここに置くだろう。ソシアルナイトでこいつちょっとな、ここにいよう。手斧で攻撃しよう。おお倒せる。そうかそうか、攻撃が入るからか。来てない来てない。私の出番は、いや、お前の手斧があったからこそ倒せたんだ。よし、上から来るやつはサイラスに任せよう。力を稼働。無駄無駄、ほら、そこまで。うわー、手斧の命中率の低さがここに来たか。こいつら2人で回復し合わないと本当に危険だ。下からも来るな。まずはこいつで回復するだろう。でフェリシアでこいつを倒せる。えらい、なんとかなりました。よし、レベルアップ。これでレベルが6。オーケーオーケー。でハロルドは射程2からいけるから攻撃を、あーでも7レベルかもこいつ。射程2あるのはいいな、でかい。俺がついている。反撃されないで倒せるっていうすげえメリットだからな。君こそ英雄だ。回復役こいつちょっと減ってるよな。まあしょうがない。でと大丈夫だよな。もうエリーゼはマジ超注意しないとな。こいつも表示しとくか。サポートするわ。痛いけど、まあまあまあ、いてー。これが何なんだマジ。やってみせる。謎
の針を食らう。うわー、8か。この2人は今回で潰せるな。だからアーマーライトは絶対攻撃しとく。やっちゃうよ。おりゃ。そうすると防御重要だよな。知らないっていうのが最高に重要だから。で回復させて、サイラスでこいつを倒して、頑張るね。ほい。で主人公ここら辺に置いといて一応回復させるか。おお、そうか、ご奉仕のなんちゃらを覚えたから。で一旦右側のやつを倒すか。アーマーナイトを投入しよう。よしよしよし。お、クリティカルが出た。これクリティカル逆に出されるとまずいな。確実に戦死者が一人出るからな。レベル7。力と守備が高いな。で一旦こいつを減らしとこう。暗記を使えばサポートするわ。何の能力が下がるんだか。でも下がるよね。下がった下がった。戦闘力45になってるもん。でこっから手斧で狙って守ってみせる。来ないで。で13か。最後誰でどっちで倒そうかな。てかこいつ回復できるの。フリーズ使っとこう。フリーズ。おお、経験値入るね。6。 OKOK、 8レベルと6レベルか。まあレベルを上げとくか。好きにはさせない。ほら OKOK。ギャー。おお、2人ともレベル上がった。よしよし。オーケーオーケー。アックスファイターかやっぱりこいつ。よし、ノスフェラ2は全て片付いたみたいだな。やった、私たちの勝ちだね。なんとか勝てたな。あとはこの森を抜けて氷の部族の村に行くだけだ。ああ、だがとても暗い森だ。道に迷わないといいんだが。大丈夫ですよ。ここからは私がご案内しますから。なんてったってあの村は私の故郷なんですから。絶対道を間違えませんよ。てかお前の故郷反乱起こしてんだぞ。頼もしいな。じゃあよろしく頼むぞ。はい。そのお前の故郷の反乱を平定しに行くんだから今から。マクベスだ。ミカミックスめ、天豚の森を抜けたようですね。せっかくノスフェラトゥをけしかけてやったのに、マークス様が余計な手引きをしたせいで。それにガロン王様もガロン王様ですよ。なぜいきなり白夜の息のかかったあの者を生かしておくと言い出したのか、理解に苦しみます。まあいいでしょう。森を抜けたところでその先が地獄であることには変わりない。せいぜい苦しんで死んでくださいな、ミカミックス様。こいつもなんだかんだ言ってついてきてくれんのか。てかこいつ仲間になんのか。アンヤの方で。はい、というところで、今回第7章ですね、終了したいと思います。